単刀直入に自殺させる薬ってないんですか？直接的にはない。遠回しですね。では間接的にはあるってことですか？自殺したくなる精神状態を誘発することはできるちゅうことだ。難しい言い方になりましたね。何ですかその自殺したくなる精神状態ってのは。例えば一般的な心理学見地から言えばじゃが、心理面が内向状態から外向状態に転じるときに最も自殺が多いと言われちょる。内向状態の時は自信を喪失し非常に悲観的だ。だが自殺もせん。自殺をする気力すらないからだ。逆の状態もまた自殺をせん。今度は逆に非常に自信過剰で行動的なので自らを順風満帆と思う。だから自殺などせんのだ。なるほどね。どっちの状態でも自殺をしないのに状態が入れ替わるときに自殺するんですか？内向状態には自殺願望はあるが自殺という大仕事を遂げる気力すらもない。だが外向状態が始まると徐々に気力が充実し体の自由が効くようになってくる。なるほど。つまり自殺する気力が回復するわけですね。そういうことじゃの。だからこの時期に変な気を起こさんように処方箋を施すわけじゃな。では富武氏はこの心理状態だったんですかね。一般的に自殺はちゃんとした文化的な手法で行われる。道具を使用してな。自虐行動とは全く違うぞい。富武氏の自殺は文化的じゃないですよね。ではやっぱり何かの中毒と考えるのが自然ですか。最初に言った自殺したくなる精神状態を起こす薬ってのを教えてください。鎮痛薬の一部には心理を内向から外向に過剰転換させる効果があると報告されとる。それから催眠作用を持つ薬を異常摂取した場合にも異常行動が報告されとるが、あまり一般的ではないの。その二つは検視の報告だと違うみたいですね。他の可能性は？あとは病気しか考えられん。甲状腺異常を引き起こす病気にしばしばそれに似た症状が報告されとる。だがそれらは概して特徴的な症状が多い。仏は違うの。もっと突発的に発生するものはありませんかね。今回のケースと合うような突発性で自殺したくなるようなやつです。他には？そうじゃな、脳障害によって精神に異常を発生する状態じゃな。これは薬物中毒でも起こるが、脳の外傷や一部の病気なんかでも起こる。つまり薬によらなくても異常な精神状態に陥る可能性があると。仏は犯人に囲まれて命に危険が迫っとったんじゃろ。極度の緊張が続いてそれに分泌異常が重なってさらに打ちどころが悪くて脳に障害が起こり自虐行動に走った可能性もあるかもしれんの。もうちょっと省略して言ってくれませんかね。つまり乱闘中に豆腐の角に頭ぶつけてそれで異常が発生したと言っとるんだ。じゃあ星には殺意はなかったってことですかね。ちょいと小銭を巻き上げようと思ったらたまたま殴りどころが悪かったと。
ってわけはありませんね。ふわはん、いかにも。薬物の常用にせよ、精神的なものにせよ、仏の身元が鍵を握っとるぞい。そっちはどうなっとるんじゃ。ありゃ、こんな時間、そろそろ戻らないと熊ちゃん怒っちゃいますね。おお、頑張れよ。いいお年をの。いいお年を。今の皆さんは確か議員バッジが二人いたっすね。じゃあ県議と市議の園崎だ。面白いっすね。親戚同士で県議と市議やってんすか。これがずるいんですよ。お互いの名前で事前運動バンバン。片方の選挙中にはもう片方が別に講演会を開いて二重に選挙運動やってんですよ。堂々と。よくわかんないんすけど、それって公選法違反じゃないんすか？事前運動にならない限り政治活動は無制限ですからね。クマちゃん、そんなんじゃ選対本部好きになった時大変ですよ。公選法くらいは勉強してください。俺知能犯科は無理っす。バカですから。お見送りしてんのは副所長とうちの課長っすね。大石さんは友達多いから聞いてるかもしれないけど、聞いてるかな。いいえ、何も。お母さん、ガモにアンペン頼みます。署長んとこに議員の怒鳴り込みがあったんだよ。あれま、そうなんですか。あ、お母さん、私にもう一杯ください。南沢事件の捜査の仕方で君を指名して陳情してきたよ。ありゃ私？はてはて。おぼけるなよ。例の南沢の過去の事件、蒸し返してるだろ。私富竹殺しで手一杯でそんな余裕ないんですよね。本当に？本当にそうならいいんだけどさ。いやー、ごちそうになっちゃいました。今月は負けっぱなしだったんで財布つらかったんですよ。助かりました。いや、いいよ。また馬教えてよ。大井さんと同じ馬を買うから。最近はダメです。馬の声がさっぱりですから。タクシー。
ではでは、また明日。良いお年を。大石さん。はいはい。過去の事件は全部個別に終わってる。縦に並べるのはやめるんだよ。村の連中は半ば本気でたたりを信じてるんだから。私だってたたりなんか信じちゃいませんよ。大石さんは来年で退職じゃないですか。退職金でローン返してお母さんと北海道に引っ越すんじゃなかったっけ。ばあ様がどうしても生まれの北海道に帰りたいって泣くんですよ。最後のご奉公なんです。退職金はまあ歓楽街で楽しむことにしますな。所長は退職時特別昇給を見直すかもってさ。さすがインテリの若所長は言い出すことが模範的です。でもまあ私たちの給料が血税で支払われてることを思えば、まあ時代の流れですかね。僕も模範的なこととは思わないよ。でもまあ大石さんはそれだけの退職金をもらってもおかしくない活躍をしてきたからさ、僕としてはぜひもらってほしいんだよ。もらえるもんならそりゃ欲しいですけどね。もらえるよ、大石さんが大人なら。運転手さん、引き止めてすみませんね。お願いします。はあ、参ったな。ローン返済できるかな。